お名前と出場部門の方お願いします。美穂と申します。ヒール部門に出場しました。今パフォーマンスを得られていかがでしたか？あのお客さんが温かくてとても楽しかった。楽しく踊ることができました。はい、今こうしてお話しされてる時の雰囲気と、はい、実また踊ってらっしゃる時の雰囲気とすごく変わるんですけども、はい、あのどちらが本当の、うちに秘めてるものはあの出演してステージの中だと思うんですけど、それは踊るアドレナリンが出ないとあの出てこないものなのでそう、普段はこっちが普通です。ぜひあのポールダンスの魅力をもう爆発させてください。はい、あのかっこよくお腹も引き締まって楽しくダイエットできるので、ぜひ踊りながら筋肉もつけてあの楽しくダイエットがてら一緒に踊りましょう。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。部門第1位のマスコユキさんにお越しいただきました。おめでとうございます。今の心境いかがですか？嬉しいです。ありがとうございます。どうでした？やっぱり結果発表の時ドキドキしました。しました。もう喜びが爆発しておりましたね。去年出てたんですよ、この大会に。で、去年が2位だったのでもうすごく嬉しくて、やっと1位となって嬉しかったです。また次なる目標ができたと思うんですけども、またちょっとすごい今年いっぱい大会に出てたので、また来年はちょっと自分のレベルアップのためになんか練習を続けたいと思います。はい、ぜひあのポールダンスファンの皆様へメッセージお願いします。皆さんポールダンス楽しいのでしてみてください。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。